今日ご紹介のさくらんぼは紅さやかさくらんぼと言います。1979年佐藤錦とセネカによって育成された品種で、1991年に品種登録されたさくらんぼになります。この紅さやかは佐藤錦が6月下旬から始まるんですけども、その前の極和製さくらんぼとして6月の上旬頃からだいたい6月の10日前後まで出回る品種になります。はい、こちらのさくらんぼの特徴としましては、まずですね、佐藤錦と違って特にこの品種は朱色が濃くなる独特の品種になります。皮もですね、佐藤錦や南洋とかと違いまして、もうかなり花皮が固めの部類になります。こちらが表側で、裏面がこういった形に、ちょっと若干佐藤錦も似てるような感じはあるんですけども、食べてみると全然食味が異なります。まあ、正直なところですね、この紅さやかは正直あんまり手をかけて栽培されている農家さんは少ないですので、当店ではちょっとネット通販の方はしてはおりません。ただこちらの品種もきちんと手をかければ、佐藤錦同様までとはいきませんけども、非常にこう甘い感じのですね、酸味のバランスがいいさくらんぼですね。ちょっとこのぐらいの朱色だとこう見た目にはいいんですけども、もうちょっとこう手をかけて栽培してるやつはもうちょっとね、なんかこう黒光りというか、もうちょっとこう色が濃くなるんですね。一般的にはですね、佐藤錦は平均約20度はあるんですけども、おおよそ毎年この紅さやかは大体15度前後になります。はい、では糖度を測ってみます。今 15.5 ですけども、もうちょっと先ほど申し上げた通り、もう濃い色までこう非常にならせれば18度くらいまで上がる品種です。旬の時期は5月下旬頃から6月中旬頃までの山形さくらんぼ紅さやかになります。